まあまあ美味しかったようです。ほらお腹もいっぱいになったし、きっと気分も落ち着いてない。ほい、今回も続きからやっていきたいと思います。それじゃあ早速マンション、あ、やばいなやばいな、ハートマークめっちゃ出とるやん。ほい、じゃあ早速リンちゃん行こう。入るよ。さあどうした、めっちゃゴロ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 しとるけど。どうだろう、何？実は私、ケンも正男も好きなんです。ケン君も正男さんもどっちに告白すれば。正男さん彼女いるからなケン君だろ。どんな感じで告白したらいいですか？どんな感じで、ねロマンチック。告白する場所はどこがいいでしょうか？告白する場所は喫茶店で。その前に着替えた方がいいですかね？いや、せっかく今おしゃれにしてるからこのままでいいと思うよ。わかりました。では勇気を出して告白してきます。行ってらっしゃい。いやドキドキするね。二人で恋のカフェ巡りしませんか？二人で恋のカフェ巡り、素敵何？反応してあげて。ちょっと待った。え、だいぶ間が空いたよ。ゆまぴーちゃん、本当にあなたも好きなのは私です。どうするの、ケン君モテモテだよ。私の方があなたのことも好きに決まってます。ムッとした。どっちも選ぶんですか？ケン君、リン、こちらこそよろしくお願いします。おー、リンちゃんと今ピーちゃん大丈夫だよ。てかそれコーヒーに顔ついてないかい、大丈夫？よかったね、りんちゃん。めっちゃ嬉しそう。すごい紙吹雪飛んでるよ。うまくいきました。おー、満足度が一気に。そりゃハッピーだわな。ということで、プレゼントは、お互いに連絡取れるように携帯を持とうか。はい、あげるよ。道具、携帯電話をプレゼントしました。これにこれもあげます。どれどれ？実用品、胃腸薬をもらいました。おー、ありがとう。ほい、それじゃあ次、ナミちゃん、入るよ。どうしたどうした？ちょっとだけ、そっとしておいてください。そっとしません。聞かせて。実は、ハットのことが好きです。告白次第のですが。ハットくんはね、ダメなんだよ。なっちゃんと付き合ってるからね。どうして反対するんですか？どうして反対するか。相手がいるからだ。なんとなく気づいてはいましたが。ね。あー、ごめんね、ナミちゃん。めっちゃ落ち込んだ。とりあえず、ほら。甘いものでも食べてさ。かき氷いっぱいあるから、これ。口に入れた瞬間、ふわりと溶ける高級なかき氷。150円で高級らしいから、はい。いただきます。食べて食べて。どう？多少満たされた？すごく美味しかった。よかったよ。寿司を抜いたね。まあ、大丈夫。まだ次があるさ。ほい、それじゃあ、なっちゃん行ってみよう。入るよ。お、なっちゃん。え、これは？マジか。ちょっとだけ、そっとしておいてください。マジか？行っちゃう？おー。いいと思うよ。頑張って。どこでプロポーズするのがいいでしょうか？プロポーズする場所は、高級レストラン行っちゃう？行こう！その前に着替えた方がいいですかね？あ、でも高級レストランに合いそうな服あったっけ？ちょっと待ってね、見る。あ、フリルのワンピース、こっちの方がいいかな？一応、うん。じゃあこれで、決定。行こう。ところで、プロポーズをするタイミングに。
めん、正直私も自信ないんだけど、なるべく頑張るよ。うん、頑張るからね。わかった。いってらっしゃい。さあ、考えるんだ、ハットくん。おお、言った言った。そうだね。ネムちゃんおるやん。向こう台湾さんおるし。みんな結構来るんだね、高級ディナー。あ、え、財布忘れたの？やばいよ、それ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ、じゃないよ。払えないよ。はぁ、どうだ。アキちゃんが奥に見える。ってことは、あれ、手前はチャーリーさんかな。いいね、ハットくん。さっきから忘れ物すごく気にしてるよね。まあ、そりゃそうか。実は大切な話があるの。お、言えそうだ。何？言えそうだよ、私。私じゃないけど。あ、心臓の音が。なおと結婚してください。おっしゃ、言ったー。ハットくん。喜んで。おー。でもほら、本当なら男の子から言いたかったんじゃないのかい？ね。いや、感動感動。拍手だ、拍手。おかげさまで、プロポーズに成功しました。逆プロポーズもまあいいよね。ほいほい。実用品、大人スプレーをもらいました。ほい、ありがとう。ここで大人スプレーの登場だね。ほいほい。大人スプレー使うよ。では、大人スプレーもかけてください。ほい。それでは、よろしくお願いします。オッケー。伸びた伸びた。あ、二人ともなんか超大人になった感じだわ。ありがとうございます。大人になれました。いえいえ。そうだよ。もう大人なんだよ。それでは、結婚式もあげてきます。いってらっしゃい。いやー、素晴らしいよ。素敵だよ、二人とも。いいね、いいね。拍手、拍手。パチ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 。おお、みんな集まってる。キングがめっちゃ拍手してる。あれ、キングでしょ。ほらほら。超拍手してる。いいね。ナミちゃん複雑じゃないんかな。お、次にブーケを取るのは誰だ。なっちゃんとハットの新婚旅行 in 中国。スタート。九歳以降の水面、九歳以降。いいね、超決まってるんだけど。九歳以降です。お、九歳以降。はい、好きだね。交流です。交流。水系の場所が多いのか。あれやね。なんか、私中国の観光の場所とかあんま知らんかもしれん。全然わからなかった。救済以降とか。あ、楽しかった。よかったよかった。おかえり。なになに？お、パンダのぬいぐるみ、ありがとう。こちらこそよろしく。これからもずっと応援してるよ、二人を。じゃあ、道具を。そうだね。とりあえず、何がいいんだ？猫飼ってたよね。もっと賑やかに犬も飼っちゃう？ほい、あげるよ。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。あ、猫は飼ってなかったのか。バレエだね、あれは。ほい。
それじゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ今日は、新しくこの島に住んでくださるという方が来てくださってるので、QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、QR コードを読み取る。ほい、あいかちゃん。ノリ系、第一印象気さく。特徴、直感&勢い重視。大雑把、楽観的。熱しやすく冷めやすい。キラキラ型。みんなのアイドルタイプ。いつでも元気いっぱい、やる気いっぱい。みんなの憧れ。でも陰で苦労してる。あ、なんかちょっと黒影さん的な感じの格好をしてらっしゃる。オッケー。キラキラ型いいね。ほい、それじゃあ早速、アイカちゃんのところへ行ってみよう。ってことで、どこだ？ここか。入る。めっちゃ女の子っぽい部屋や。ピンク。アイカです。一緒にいると楽しい女だそうです。一緒にいて楽しいって思ってもらえるのはすごいいいね。割と、どこででも眠ることができます。私もどこででも眠れる。どこででも眠れすぎて困る。逆に。クラ君行ってみよう。入るよ。さあ、今回は誰とお友達になる？こんにちは。こんにちは。お、ケン君。いいやん、いいやん。いいんじゃない？ほいほい、いってらっしゃい。待ち構えとる。びっくりした。こんのかと思った。そんなパターンありかと思った。ないよね、さすがに。それでは行ってきますって言ったし。どうだどうだ、クラ君。お、よかったよかった。うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。うん、よかったよ。友達の幅が広がったね。これにこれもあげます。なになに？お、実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。ほい、じゃあ次、リンさん行こう。入る。なんかめっちゃすごい呼んでた。遊びましょう、遊びましょう。遊ぶ。ミー、モザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？スタート。モザイククイズ。第1問。第1問。ててん。これは誰でしょう？え、リンさんじゃないのこれ。リンさん。リンでした。だよね、だよね。すぐ隣に同じ顔あるもの。第2問。第2問。ててん。これは誰でしょう？ネムちゃん。髪の色が。髪の色が。ネムでした。ね。次。最終問題。ででん。これは誰でしょう？ユニポンちゃん。髪の色が。髪の色が。ユニポンでした。やったね。あははは。おめでとうございます。ありがとうございます。一つだけあげます。それが選んでください。じゃあ、一番小さいやつ。お、なんだこれ。お宝、松ぼっくりをもらいました。あ、松ぼっくりね。なるほど。ちっちゃい頃よく集めよったよ。ミーニュース。聞いてみよう。ほいほい、お願いします。おー、ほんとや、リーさん誕生日。おめでとうございます。おー、いいね、いいね。アイカちゃんとユカちゃんが一緒に。ハッピーバースデーツユー。ハッピーバースデーリアリン。ハッピーバースデーツユー。おめでとう。ハッピーバースデー。ありがとう。いいね、いいね。あ、何気にオムライスとか置いとんやね。私オムライスめっちゃ好きよ。街のみに聞きました。え、どうだった？いや、もちろん覚えてましたよ。覚えてて、ナミちゃん。マジで、はい、何が変わったんだろうか。ありがとうございます。
なんかめっちゃ楽しそうに走り見や、走り見や、走り回りよるとこ悪いけれど。こんにちは。アリスちゃんは寝たかい？何か被り物が欲しいです。被り物。被り物ってことは、帽子ではなくって着ぐるみ的な要素ですか？そう受け取るよ、私は。ほら、被り物。ブロッコリー。後ろから見たら完全にブロッコリー。パーティーで大受け。マサオさん、大受け狙おう。あげる。ほい、これ。どうすか。お、気に入ったっぽい。すごく気に入ったよ。よかった。よかった。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンションに。ハットくんは自分の家。あ、二組とも自分の家におるんやね、今は。お、今回は、なんだ？ケンくんとサキちゃん喧嘩してるんですけども。落ち着け。落ち着けよ、ゲームの機械とか超投げまくってんじゃん。お金が。うん、見てた。何が原因だ、クマちゃんか。仲直りしてよ。イライラ。それじゃあ、何がいいかな。まあ、食べ物で。おやつ系かな。かき氷めっちゃ大量にあるんだけども。プレッツェル。サクッと香ばしく焼き上げました。パンチのある塩味がおつまみに最適。じゃあこれを。プレッツェルってよく聞くんだけど、あんま食べたことないんだよね。てか最初名前聞いた時プリッツかと思ったし。すごく美味しかったようです。落ち着いたんだ、それで。好物1位プレッツェルになったわ。サキちゃん許してあげて。どうよ。この間はごめんなさい。てか、この間ってこれ、いつも思うけど、喧嘩からどれぐらいの日にちが経ってるの？こちらこそごめんなさい。数分しか経ってない気がするんだけど。まあ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 。うまくいきました。よかったよ。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ。お礼にこれもあげます。お、なになに？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。お、今日はなんか多いな。台湾さん。入るよ。さあ、ここは、お友達になりたいっていうやつやろうね。どうもです。どうもです。第一デートしないのですが。お、デートか。いいじゃん、いいじゃん。デートどこがいいか。喫茶店。行こう。いいですね。準備していこうと思います。ほいほい、行ってらっしゃい。そのデートの様子は見せてくれないのかしら。お、行くか、行くか。出かけて行ったわ。じゃあ勝手についてくけん、私。ストーカー。お、いいね、いいね、まったり。え、なに、二人ともコーヒーを飲みながら外の景色を見てるの？話そうよ。ねえ、話そうよ、二人とも。お、こっち向いた。どういう状態だ。じゃあ、ミニニュースを見に行こう。ほいほい。すごいパワー砂時計。何それ。え、なんかこれ、内容はともかく、内容はともかく、こういうのってブレスレット系とかでさ、雑誌の裏によく載っとることない？このブレスレットを買ったおかげで彼氏ができました、キランみたいな感じの。多分もうそれ自体商売だと思うよ。商売された方だよね、チャーリーさん。
ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあマンションの方に早速入る。もう最近結構人が増えてきたけんね、いろんなところにいろんな吹き出しが見えるよ。ほい、それじゃあケンくん、クラくん一緒におるけど、なんだい、お友達になりたいのかい、誰かと。こんにちは。こんにちは。リンと一緒に旅行に行きたいです。おお、リンちゃんと旅行、いいじゃないか、いいじゃないか。ということは旅行券最後の1枚だ。さあこれを使って存分に旅行を楽しんでくるがいいさ。いいよいいよ、行ってらっしゃいよ。ほいほい。ケンとリンの旅行 in カンボジア。カンボジア、何があるとこやっけ。バンテアイスレイ遺跡。はい、チーズ。コートジボワールとかそうやったっけ。あー、いいねそういうの。私は日本の逆さ富士が見たいんだけど。え、どこかの遺跡、もはや名前がない。でもいいね、なんかこういう感じの遺跡とかそういうの行ってみたい。楽しそう。教科書とか載ってそうじゃない。あ、楽しかった。おかえり。これお土産です。よかったよ。なになになに、お宝クロマーをもらいました。何それ、ストール的な感じのやつ。なんかよくわからんけど、ありがとう。そしてミーニュース。お願いします。秋消しゴムがブーム。なんか定期的にいろんな人の消しゴムがブームになるね。そのうちさ、住民全員分の消しゴム集まるんじゃない。250種類やべえな。悩むポーズの秋。そのうちマサオさんも出すね、マサオ消しゴム。ほいほい、ありがとうございました。クラくん行こう。入るよ。遊ぼ、マッチと遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。さあ、負けない。ニッコニコやね。ってことはそっちは違う。イエーイ。クラくん分かりやすいよ。おめでとうございます。素直ないい子なんだな。一つだけあげます。それが選んでください。それじゃあ一番大きいやつ、ミラーボールだ。お宝ミラーボールをもらいました。あの一番ちっちゃいやつ欲しかったね。あれ何、ヨーヨーかな。マサオさん落ち込み中か。入るよ。大丈夫かい。アリスちゃんは別にもう何もなってなかったのにね。さあ何か食べよう。どれがいいかな。そうだね。あ、じゃあほら、がっつり。ちゃんこ鍋でも食べよう。はい。ちゃんこ鍋って聞いたらもう、相撲しか思い浮かばないけど。お、めっちゃお腹いっぱいになったね。まあまあ美味しかったようです。と、多分、あとちょっとで、きっと立ち直れるよ、マサオさん。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。それじゃあ早速マンションへ。あ、めっちゃいっぱいおるやん。友達になりたいのかい？アイちゃん、怒ってらっしゃいます？もう最近なんか友達になりたいんかなーって思ったら怒ってることが多いんですが。
何があった？私、珍しく思ってます。うん、珍しい感じするよ。どうした？あきちゃん、仲直りしてよ。じゃあ、このイライラも沈めてください。何がいいかな。やっぱり女の子はね、甘いものとかで機嫌治ると思うんだ。私ぐらいか、そんな単純なのは。じゃあ、ホットケーキで。幸せな家庭の象徴やけんね。はい。いただきます。どうぞどうぞ。どう？まあまあ美味しかったようです。ほら、お腹もいっぱいになったし、きっと、気分も落ち着いてない。無反応っすか。それじゃあ、どうしようかな。ブランコで風になるか？ほい、あげる。ちょっと、天井からぶら下げてみます。どうぞどうぞ。さあ。さあ。もっともっと。もっともっと。みんな結構楽しそうなんよね、ブランコ。これこそそんな気分じゃないですって言われそうな感じやけど、もうイエーイとか言っちゃってるわ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。もうイエーイしか言ってないよ。どうした？楽しい？風になってる？今。ブラブラ。ブラブラ。くるんってなりそう、なんか。ひっくり返りそう。ナイス。ナイスだった、今の。ありがとう。あ、今、風になった気分です。よかった、よかった。気分晴れた？気分が落ち着きました。お、よかった、よかった。てか、お腹いっぱいのホットケーキを食べた後に、あの、ゆらゆら揺られる感じってめっちゃ吐きそうにならん？ちょっと順番間違えたかな。いや。あきちゃん。アキちゃん許してあげてよ。この間はごめんなさい。お、言った言った。こちらこそごめんなさい。お、早かったね。仲直りするの。よかったよかった。ウッキウキや、うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよ。みんな仲良くしてね。レベルアップ。ほい、ということで道具。今、携帯を持ってるんだね。とりあえず生活必需品は持っているわけだ。それじゃあ、何がよろしい？体重計、釣り竿、シャボン玉、CD。CD でも。え、これ CD 上げたときさ、ちゃんと音楽鳴りよる？ほい。道具、CD をプレゼントしました。これにこれもあげます。お、実用品、モビールをもらいました。ありがとう。モビールめっちゃ溜まってんだけどね。ももちゃん。どうした？もやってるね。誰誰相手は。おせっかいのおばさんみたいやけど、私。ちょっとしておいてください。しません。誰だ？聞くよ。お、シッシーさん。え、いいやん、いいやん。ね。手伝うよ、私。どんな感じで告白したらいいですか？どんな感じ？シッシーさん。どれがいい？正統派。正統派で。告白する場所はどこがいいでしょうか？場所は、屋上で。その前に着替えた方がいいですかね？今のままで可愛いよ。このまんまで。わかりました。では、勇気を出して告白してきます。ほい、行ってらっしゃい。見守っとくよ、私は。来たぞ、来たぞ。なんかすげえ飛行機がすぐそこ。気がつくと、あなたも見ています。付き合ってください。いやー、青春。いやー、青春。ごめんね、私のヤジがうるさくって。ちょっと待った。はぁ、誰か来た。ね、かっこいいな、おい。登場の仕方かっこいいな、おい。ナミちゃん。本当にあなたも好きなのは私です。ちょっと待った、バン。よくない、なんか。この方があなたのことも好きに決まってます。どっちを選ぶの、シッシーさん。
獅子、どっちを選ぶんですか？絶対こんな状況、なんかプレッシャーにやられそう。どっちもごめんなさい。ああ、エコーかかったよ。どっちもごめんなさい。二人とも撃沈。そういうこともあるさ、ももちゃん、大丈夫だよ。残念な結果に終わりました。いやー、超落ち込んだ。え、なになになに？おー、燃えてるね。うん。音楽もかっこいいわ、なんか。気が済むなら。頑張って。諦めろよっていう選択肢あったね。冷たいわ。お、めげないももちゃんかっこいいぞ。シッシーさんどうする？めっちゃ一途だよ、ももちゃん。なにそれ。あなたも諦めることなんてできません。付き合ってください。すごいね。なんか石炭みたいなもの私よるけど。届け、シッシーさんに。あー。ごめんなさい。なんてこと。せっかくへそくりまで使ったのに。あ、ももちゃん。今度こそ残念な結果に終わりました。お、そうか。ちょっとすっ、あ、すっきりしたね。よかったよ。なるほど。やっぱりね、納得いくまではアタックせんかったら、逆にもうやるか。そういう友達は大事やね。なんか自分にない知識とか、自分にない世界。なんかこう、見識を広げてくれる人っていうか、いいよね。そして、ミーニュース。見ていくよ。お願いします。お、マサオさん誕生日。イエーイ。誕生日多いね。結構みんな固まっとるよね。おお、人数多いぞ。人気者だ。マサオさんおめでとう。ありがとう。マジの耳聞きました。お、あゆな。お、まともなことを言ったね。はい。おめでたいニュースだったよ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。